ハケの時点で神だよな。ドストライクすぎるんだけど、カエルの戦士っていうか、カエルの、なんだろ、サイボーグみたいなキャラだよね、これ。早速、このプチプチを取って開封しまして、このシリーズで、コメントでさ、教えてくれた人がいて、サメのプラモデルの動画だったかな。サメとかね、カエルとかが好きなら、こういう、ね、プラモがありますよって教えたら、このマンハンターっていうシリーズ。で、サメもあるんだよね。サメもあった。で、サメこれ組み立てた後でサメもね、ゲットしてみようと思うんだけど、今回やっぱなんと言っても、カエルだよね。うわ、もうバケの時点で、あ、ハマキスってる。すげえ、ハマキス。これ、ヒキガエルかな？ヒキガエルっぽいよね。こっちは何、アマガエルかな？ちょっとわかんないけど、サイボーグみたいな体になってて、あとサメも本当これと同じな感じ。尾がサメなの。ハマヘッドだったんだよね。で、種類が、水中型とかあんのか。あ、なんか違うんだ。そういうことか。こっちが水中型なんだ。で、こっちが陸上型。なんか種類、あるんだわ。で、これ中国のね、おもちゃメーカーから出てるんだって。しかしながらね、ちゃんと日本語の説明書も入って、ここにカタカナ書いてあるし、マンハンターってね。だから、ちゃんと説明書日本語だと思うんだよね。おー、これがランナー。すげえ。これを組み立てると、カエルの戦士になるわけですな。え、めっちゃ楽しいじゃない？カエルの戦士。もうドストライクだよね。亀とかさ、カエルと、俺の見た感じ、カエルとサメしか、なかったんだけど、亀とかまたタートルズみたいでね。タートルズみたいですごくいいし。で、説明書をちょっと見たいんだけど、説明書が、あった、下に、これ、説明書だ。これが、おお、ほんとなんか絵がかっこいいよね。すげえ。グレイブフロッグ、マンハント。すげえかっこいい。この引き返りだと思うんだけど、かっこいいよね、これね。ハマキスってのがすごいダンディーだわ。で、組み立て方が載っておりますということで。めっちゃ焦った。顔ね、色塗られてねえと思って。でもまあ、自分で塗れるからさ、自由にさ、イチゴヤドクガエルも作れそうじゃない？ねえ、イチゴヤドクガエルからのさ、模様に塗ればさ、イチゴヤドクガエルになるし。で、塗られてるやつちゃんとあったわ。よかった。一応塗られてるやつ欲しいじゃん、最初から。いやー、よかった。で、これがヒキガエルの兄貴か。これハマキだよね。ハマキをセッティングできるようになってて。で、これが、角ガエルか。角ガエルっぽい顔。ベル角ガエルみたいな感じの顔してるよね。で、この子が、黄色。いやー、なんだこれ。アマガエル的な感じのカエルだよね。種類まではよくわかんないけど、この3個の顔がついておりますということで。イチゴヤドクガエル作れるね。作ろうか。パーツはどうだろう。普通ぐらいかな。結構多いかな。ちょっとまあ細かいパーツが多い感じは印象は受けるけど、多分ね、そんなに難しくないと思うから、パパッと組み立ててしまいまして。これはよくできてるわ。この電源プラグみたいなどこに刺すんだろうね、これ。これ自由にね、形で整えること、まあ、針金みたいになってて、整えることができるんだけど、これどこに、足もなんかカエルみたいに吸盤なのかな？くっつくみたいになってて、あとなんといってもこれだよね、メット。これでもね、引き返るの時ね、一番最初さ、引き返りつけたんだけど、引き返る時ね、これつけられなかったから、おそらく引き返るはもう陸上のやつオンリーなのかな。メットつけない。これ水中型なんだけど、おー、かっこいい。ここのミサイルとかもかっこいいよね、水中型の。で、手をつけまして、すげえ。こっちも、いや、マジかっこいいわ、これ。超気に入った。処理ー完成。これは水中型の。あとね、武器もね、他にもついてる、これバズーカみたいな武器、こう持たせてもいいらしいんだけどさ、このように、ね、折るじゃん、ここを曲げて折って、下にこう固定すると。次に持つところをこのようにしまって、このミサイルを1個取りまして、で、持ってここにつければ、おー、さらなる装備が。で、武器もあって、この武器。これね、こっち前かと思いきや、こっち前なんだって、こう。手がね、めっちゃ開くから、武器もね、簡単に持たせることができるんだよね。手を開いてからこの武器を握らせて、こういう風にね、武器を握らせて。おー、できた！あとバックパックもね、あるんだよね、バックパック。しかもね、中身がね、これ何使うものかわかんないけど、取れるんだよね、中身が。この中身が取れて、こうね、取れて、こう、開くっていうね、あ、こっちか。開くんだよね。なんか、コンピューターみたいな、モニターがあって、キーボードがあるから、コンピューター通信機かな。通信機が入って、通信機っぽいのが、こう背中に、
装備できるということで、でこれも突起があるのでこの穴にね取り付けると、あやべ手取れたこのようにね、おーかっこいいな、装備つけるとこんな感じ。フラグはこれもしかしてバックパックで刺すとかあんのかな、見た感じはないね。ここになんか電気刺して充電するのかな。これで完成かな。装備も全部つけて武器も持たせて完成、水中型のこのなんつうのカエル戦士マンハンターこれかっこいいね。いや素晴らしいわ、もう顔がカエルになってるだけでほんと激アツなんだけどさ、このなんだパワードスーツ着てんのかな、それともサイボーグなんかな、水中型のサイボーグ、カエルサイボーグみたいな、ちょそこはよくわかんないんだけど、めちゃくちゃかっこいいなこれ水中型で。次に陸上型があるんだけどさ、陸上が俺ね間違ってたんだけど、これ2個入ってると思ったの、水中型と陸上型。でも陸上型と水中型ってね、あのパーツ交換でできるんだって。だからあのパーツ、あ、やべ、尻尾取れて、あ、尻尾じゃねえ、あの、電源プラグ取れてさ、だからあのパーツ交換をして、今の水中型から陸上型に、そういうことか、なったか、あの、葉巻の煙がさ、ね、あの、なんつうの、メットキャノピーつけてる状態だとさ、あの、すげえこぼっちゃうもんね。だからつけてないんだ、陸上型の、このヒキガエルさんは。そういうことか。で、2体入ってると思ったんだけど、入ってなくて、陸上型の、あ、ベースにプラグ刺すんかなこれ。だベースみたいなのついてんだよねこれ。ベース。アンリミテッドベースってやつが。ここにプラグ刺して充電するのかな、あー、刺すとこあるかな、ちょ、後で見てみるかな。で、この、今水中型を作ったのが水中型ね。あ、陸上型にこれつけんのかな、あ、まあ、それは自分の好みでいいかな。これ陸上型に今ついてるけど、あとは、バズーカ。ね、こう持ってたりとか。してあとは水中型から陸上型なんだけど、陸上型は次の動画でやろうかな。あのパーツを取り替えなきゃいけないんだよね。2つ入ってると思ってたんだけどな、2つは入ってなくてパーツの交換だから、水中型、この水中型から取って、まあ、共通部分はこれ使うのか、共通部分使う、足、下半身ほぼ使うんだね。共通部分はこんだけで、あとは取り替えるということで、で次回陸上を作って、 俺あのヤドクガエル作ってくれるから、色塗ってヤドクガエルでちょっと顔、今この後ヤドクガエル作ろうと思うんだよね、ちょっと作りたくなって、今回この水中で終わって、次回本番ヤドクガエルの顔で陸上をやりましょうということでね、ヤドクガエル作ってくるわ。やっぱヤドクガエル欲しいよね、めちゃめちゃ。いやでもすごい最高の出来で、めっちゃ気に入ったわこれ。水中、でも水中フォルムの方がかっこいいんじゃないかな。足も乾いていたから、なんか水中と陸上足も違うらしいし、なんか楽しみだね。どんな感じになるのか。でもまあ水中に戻すかもしれない。いや2つ入れといてほしかったな。これがあの陸上型なんだ。あ、足違うね、やっぱこう見るとね。確かにこっちもごつくてかっこいいかも。ただこのメットつけたいからな、この透明のメットを。とすると水中、まあでも陸上型にもつけていいか。でもヒキガエルの顔だとつかないんだよね。だからイチゴヤドクガエルにするやつはこれつけれるやつにしたいが、まあこのフェイスのやつに塗るかな。よしよし、それではまた次回、次の陸上型とイチゴヤドクガエルでお会いしましょう。うまく塗れるといいけど、ヒキガエルじゃメットつけられないから、このどっちかだよな。まあこっちの方がまあ近い、ヤドクガエルに近いから、これ塗ろうか。この顔をいちごヤドクガエルに塗ってかっこよくしてつけようかな。いやー楽しみだな、綺麗に塗れるといいけど、かっこよく作りたいね、せっかくだからね。